はい、今回の動画なんですけれども、メルカリでよく使われている専用ページですね、こちらについての動画となります。メルカリは利用されている方だったら、まあ、お分かりになると思うんですけれども、よくですねコメントで、自分だけのその専用のページを作ってくださいっていうような依頼が来ます。まあ、それの主だった理由の一つですね、なぜ専用ページを作ってほしいのかっていうことのその理由はもう一つしかないと思うんですけれども、値段交渉ですよね。はい、でこの商品を、いくらだったら買いたいので値段下げてもらえませんかっていう依頼が来た後に、で下げていただいて OK ならば自分専用のそのページを作ってもらえませんかっていうふうにお願いされます。あくまで僕が考える専用ページについてなんですけれども、専用ページを作成するメリットというのは、ほとんどありません。はい、もうメリットっていうかもうデメリットだらけで、作る意味はもうほとんどないと思っています。僕自身はメルカリのその自己紹介の欄でもうそもそもですねメルカリでその専用ページは作っていませんっていう風に早い者勝ちですよっていう風にもうそもそも書いてしまっています。で、メルカリでコメントでその専用ページの依頼が来た場合も、専用のページは作っていないので、申し訳ないんですけれども、なるべく早めにご購入くださいっていう風に書くようにしています。返すようにですね、返すようにしています。はい、でなぜその、専用ページを作るメリットがないのかっていうことを、これからちょっと解説していきますね。はい、よろしければ参考にしてみてください。まず流れを追っていくと、一つ目に来るのが、ページを作り直さないといけないっていうこの手間ですね。はい、まずその人の専用のページを、デザインして作らなければいけないですね。何々さん専用っていう風に、まあ何でもいいんですけど画像を貼ってタイトルを変えるだけなんですが、それがいちいち手間だなっていうことがまず 1にあります。はい、そして、2つ目ですね、2つ目はこの専用ページには、強制力がないので違う人が買ったら買われちゃうんですね。はい、なので、結局トラブルの元でしかないんですね。誰々さん専用っていうページを作っていても、あ、これいいなと思って、まあ、画像と内容自体を全部消して変えちゃえば買われることはそうそうないとは思うんですけれども、他の人に買われてしまうと、まあ、結局その買われた方と取引しなきゃいけなくなって、専用を作った方の方とまたトラブルになってしまうという感じですね。せっかく値下げしてもらったのに、専用違う人に買われてしまったんですけども、どうしたらいいですかというような問い合わせが来て、まあ、それをメルカリに相談しなきゃいけないっていう風になる。まあ、結局また手間が増えていくっていうことなんですね。はい、そして3つ目ですね、専用ページなんですけれども、専用ページを作ったにもかかわらず、買ってくれないパターンがあるっていうことですね。はい、値下げをして、専用のページを作り直して、買ってくれない。はい、買ってくれなくてまた、その商品のページを作り直して出し直さなければいけないっていうことになるので、もう手間、もう手間の塗り重ねですよね。なので本当にいいことないんですね。はい、はい、そして最後なんですけれども、そもそも、メルカリの利用規約の中で、禁止されている行為なんですね。専用ページもうほとんどの人が、まあ、たくさんの方がですねその専用ページを作って取引をしてるんですけれども、メルカリは実際これを禁止しています。まあ、禁止っていうか、 そこまで厳重に厳しく取り締まってはいないんですけれども、今のところはないんですけれども、作ることを良しとはしていないんですね。はい、メルカリとしてはそのなんか特定の誰かに向けて、商品を売るっていうことを禁止していて、それはもうガイドラインにもあるので、今からちょっと見ていきたいと思うんですけれども、メルカリのマイページというボタンの中から、ガイドというボタンを押します。はい、そうするとですね、こちらに初めての方へとか、ルールとマナーとか、メルカリ便とはっていうふうにあるんですけれども、このキーワードで検索するという窓の中に、専用というワードを入れます。はい、で専用というもので検索すると、専用で専用に対する悩みの質問に対して、メルカリが回答している、何ですか、回答しているこの一覧になるんですけれども、その中の専用出品をお願いされたんですけどっていう、ここを一番上見てみますね。はい、そうするとこれがメルカリの回答ですね。他のお客様からの購入を防ぐため、専用の商品名へ変更を相談されることがあります。
メルカリは最初に購入した方と取引する仕組みです。専用出品には対応していないので断っていただいて問題ありません。また購入者が決まったら専用出品にするというルールもありませんというふうになっています。はい、その下も見てみますね。メルカリの専用出品過去取り置きについてというふうに書いてますね。はい、そうするとメルカリの専用出品過去取り置きについて、専用出品はお客様間で独自に行われている出品方法です。他のお客様からの購入を防ぐためにバツバツ専用出品といった記載をするケースが多いようです。メルカリでは最初に購入した方と取引する仕組みです。専用出品によるトラブルはサポートすることができませんので、相手とご相談の上トラブルには十分ご注意くださいというふうになっています。はい、なのでこういった文章を見る限り、メルカリではこれを推奨していないということと、仮にその専用のページを作って出品してもし違う方に買われたとしても、メルカリはこれに関与しませんよっていうふうに、お互い同士でやり取りしてくださいねっていうふうにな立場を取っているということですね。ですので、専用ページを作って販売するということにもうメリットはほとんどないんですね。デメリットだらけということですね。はい、何より、メルカリに嫌われてしまう可能性があるので、メルカリに嫌われるとアカウントのリスクがあったりとかですねするので、なるべくこのメルカリ自体には嫌われないように販売していきたいな、使っていきたいなっていうのが、僕の考えなんですね。はいはい、で専用ページを作るですね、まあ、唯一の利点、専用ページを、まあ、作る場合が稀にあるんですけれども、専用ページを作る一つのメリットを挙げるとすれば、複数商品をまとめて購入したいっていう方がいた場合のみですね。例えば10個出品していたとして、この1と3と5この3つを購入したいんだけれども、1つにまとめて、安くして少し安くしてもらえませんかっていう方がいらっしゃった時ですね、この場合のみですね、専用を作ることがあります。はい、でおそらくなんですが、これも専用としなくても、その1と3と5の組み合わせで欲しいって思ってる人が他にはまあなかなかいないケースが多いので、それをまとめて出品するっていうだけでもうほぼまあ専用みたいなことになるので、わざわざ専用ページですっていうふうに歌わなくてもですね、その人以外はまあ買う可能性はすごく低いので、まあこういう場合だけですね、そういう時はまあ専用みたいなページを作ることもあります。でもその際も、まあ専用ページは用意していないので、なるべく早めにご購入くださいねっていう風な言い回しで、コメントで伝えても問題ないんじゃないかなっていう風には思いますね。でそれでですね、まあちょっとこういう言い方をしてしまうとまああれなんですけれども、その売っている側、販売メルカリで販売している側からしてみれば、その値下げを OK としてるこの時点 で値下げをして、まあ、どなたに買っていただいてもですね、この販売している側からしたら、正直言ってどの人に買っていただいても、対応は変わらないわけなんですね。はい、で仮にその値下げをお願いしてきた人以外の人に買われたとしても、こちらとしては、早く売れた方がいいわけなので、どなたに買っていただいてもいいと思うんですよね。なので僕自身はその早い者勝ちですよっていう風にしているんですけれども、例えばその専用のページを新たに作り直すという手間を取って、で、なかなか買ってもらえない、もしくは結局買われずに終わってしまったってなった場合は、先ほども言ったみたいにですね、またその商品のページを作り直さなきゃいけなくなっちゃいますよね。で再出品して、で値段もまたその下げられることが大体分かっているので、元の値段に直して出品し直す、でそこからさらに売れるまでまた待たなければいけないわけですね。でこの間のこの時間のロスがすごくもったいないなというふうに思うわけなんですね。そのお金が商品になっているままですね、現金化されていないままのこの時間がすごくもったいなくって、この間に早く現金になって回収することができれば、次に何かですね売れそうな商品を買うことができたり、まあ、仕入れだったりですね、することができますし、何かもうその時に例えばタイムセールじゃないですけどセール品があった場合に、もしあの時の商品が早く現金化されていれば、この商品を買うことができたかもしれないっていう、こういった機会損失、これがですねすごくもったいないんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、それが一番のデメリット
かなっていうふうには思います。はい、というような理由でですね、もし今メルカリをやられている方で、自分はもうまだ全然専用ページを作っていますよっていう方は、もしよろしければですね、考え直してもらえたらいいんじゃないかなって思いますし、それでもですね、専用ページ作りたいよっていう方ですね、私はそのお客様主義なんだっていう方は、全然それでもいいと思います。はい、で、一応そういったデメリットが、トラブルの種でしかないよ、あと手間がかかるその種でしかないよっていう、ことをちょっと分かってもらえればなと思いました。はい、ということで、今回の動画なんですけれども、メルカリの専用ページですね、これはもうデメリットばっかりだよっていうような動画となりました。はい、でこのチャンネルではですね、このようにですね、メルカリだったりヤフグだったり、いろいろなちょっと役に立つような情報を発信していますので、よろしかったらぜひチャンネル登録の方お願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。バイバイ。